チャコラジおっと <laughs> え何ですか今のタイトルコールちょっともう一回聞いてみましょうかもう1回だけですよチャコラジはいというわけでなんだか可愛らしい声で番組のねえー、タイトルコール始まりました「チャコラジ」でございます本日は雑談会なんですが「チャコラジ」アップデート会ということで とあるサービスを利用して、チャコラジのちょっとした、まあ、改善ですね、アップデートを図っていこうっていう会になります。で、その使うサービスが、もろ、今、タイトルコールをね、やってもらったやつになるんですけれども、この1、2年で新しく始まったサービスみたいで、使ってみたいなっていうことで、無理やりラジオを撮ってみております。 でまあ、早速なんですが、そのさっき、チャコラジって可愛い声でね、読んでもらったこのサービス、何なのかって言いますと、えー、まあ、端的に言いますとね、無料の音声読み上げソフトです。無料です。私の大好きな無料ソフトでございます。ありがとうございます。<laughs> えとね、で、まあ、読み上げソフトっていうのは、まあ、世の中にね、いっぱいすでにありまして、皆さんよく知ってるんじゃないかなって思うのが、 まあ、棒読みちゃんっていうソフトですとかこれも無料なんですがあとは、まあ、ゆっくり解説とかでよく使われているのがソフトークっていうアプリアプリじゃないかソフトかみたいなものもあったりしてただ無料系の読み上げソフトはねこうどうしてもやっぱ棒読みちゃんっていう名前からとかもわかるように本当棒読みなんですよあの例えばチャコラジって一単語読ませるにしても多分 ジャコラジみたいな、あの <laughs>、音読下手くそな子供が読んだみたいな感じになっちゃうんですね。まあ、それでも、こう、実況解説につけるんだったら、まあまあ、音が全くないよりもマシだろうっていうことでね。むしろあの棒読み感がいいんだっていうこともあって、この、棒読みちゃんとか、ゆっくりっていうのは結構使われてきたと思うんですけれど、で、まあ、その他にもね、ちゃんと有料のももちろんあって、 で、やっぱりお金を出すと、もちろん品質が上がりまして、えー、まあ私が知ってる有名どころで言うと、まあ AI トークとか、えー、あとボイスロイドですね。これはなんかボーカロイドのなんか声版だと思ってもらえたらいいんですけど、ただデメリットとしてやっぱり高い。手が出しにくいよねっていうことで、無料のはお手軽なんだけど、どうしても抑揚がつけられない。 有料のは品質はいいんだけれども手が出しにくいっていうことでこう二極化していた部分が多かったんですが、えー、昨年の7月にですね爆誕したのが今日紹介するサービス声フォントクラウドと言われるものでして現在は声フォントというサービス名になっております声フォント表記はですね英語で COE 声プラス 英語のフォントですね。font。これで声フォントというサービスになります。えっ、ー、と、ちょっとこの声フォントの概要をですね、私が好きな wikipedia ではなく、まあ、それのニコニコ版ですね。ニコニコ大百科の方から <laughs> 拝借してまいります。声フォントっていうのは、いわゆるディープラーニングによる AI 学習を用いた音声合成技術。 これを使用しているソフトなんですね。これがめちゃくちゃ特徴的です。だから、確か5分ぐらいだったかなちょっと正確な分数忘れたんですけれども、あの、何分か用意されたスクリプトデータ、原稿みたいなものをちゃんと読むと、その人が喋った音声を再現してくれる。その、読んだスクリプト以外の言葉も含めて、 まあ、シーンやら母音やら、いろんなもの分解して、それを組み合わせてくれるんだと思うんですけど、その人の声質で人工音声を再現してくれるっていうサービスになります。で、この技術を使ってめちゃくちゃ学習させたやつで、あの、ちょっと有名になったらしいんですが、私全然知らなかったんですけど、おしゃべりひろゆきメーカー、ツイッターめちゃくちゃ潜ってらっしゃる方だったら、すげえ知ってるんじゃないかなって思うんですけど、今年の9月5日先月ぐらいですね。 に、突如公開された <laughs>。あらゆる適当なことを、ひろゆき、あのひろゆきね、ひろい西村ひろゆきさんね、に喋らせることができるウェブサービスである、えー、音声合成に声フォントの AI 技術が使用されているほか、まあなんでもいいんですけど、 こっちが任意で入力した140字以内の文字列をこう適当に入力するとそれを AI によってあのひろゆきが喋ってるように喋らせてくれてしかもそれはね動画として出力することもできるえーサービスになっています <laughs> ちょっとやってみましょうか <laughs> これ私何回か遊んでめっちゃ面白かったんですけど <laughs> えーとねおしゃべりひろゆきメーカー,えーちょっと今ラジオだけでやってるので 興味ある方はね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらから <laughs> 遊べますので、ぜひ,ひひろゆきさんに喋ってもらいたい、喋らせたい言葉をね、打ち込んでみると面白いですよ。<noise> 今、おしゃべりひろゆきメーカー開いたんですが、これデフォルトで、それってあなたの感想ですよねっていう、あの、名言が <laughs>、表示されているので、ちょっとまあ、このまんま、この文字列のまま、動画を生成してもらいたいと思います。再生しますね。 それってあなたの感想ですよね聞こえました今のは、えっ、ー、と、もともとあった動画を再生したわけではなくて、おしゃべりひろゆきメーカーが今その場で、ひろゆき AI ボイスが喋った、えー、音声になります。ちょっとなんか、じゃあこっちで打ち込んでみるか。はい、打てましたので、じゃあ、ひろゆきに喋ってもらいます。いきますね。 あの、なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですかだって、こんな弱小個人ラジオが面白いわけないじゃないですか。<laughs> はっきり言って時間の無駄ですよ。すご聞こえましたひろゆきにこんな弱小個人ラジオが面白いわけないってちゃんと言ってもらいましたね。時間の無駄だそうなので、皆さん今すぐ視聴をやめた方がいいと思われます。<laughs> <laughs> すごいはっきり喋れるね。めちゃくちゃ。なんか確かね、4億語 ?4 億語ぐらい、えっ、ー、と多分ですけど、ネット上にあるあらゆる広きのこの切り抜き動画とかを、その、学習材料にして、この AI って多分組まれてるので、相当精度は高いですよ。はい。まあ、こういう広雪カーが作られるくらい、結構性能高いんですよ。 無料でめちゃくちゃ高品質な音声読み上げソフトっていう点で、このサービスはめちゃくちゃ期待されているらしいんですね。で、さらに何がいいって、まあ私は直接関係ないんですけど、あの、ムービーメーカー、ゆっくりムービーメーカーっていう、あの、ゆっくり、東方のね、生首のゆっくりを使ったムービーを作る、あの、動画編集ソフトがあるんですけど、それに、 この声フォントの技術を使った AI 音声、後で紹介するんですけど、3人のね、2次元キャラクターがいるんですよ。女の子2人と男の子1人がいるんですけど、その音声を無料で使えるように、この声フォントさんが無料、無料使用を許可しているというか、配布しているんですね。っていう意味ですごくなんかこう、ニコニコとかにも間口をわっと広げていらっしゃるのが、この声フォントさんのなんか製品みたいなんですね。 でですよ。今日計画しているのはですね、このラジオに、この無料で使える、まあ有料の提供ボイスもいっぱいあるんですよ。プロの気象予報士とか、声優とか、あるんですけど、そうじゃなくて、無料の音声 AI を一人いいなって思ってる子がいるので、その子をまあ拉致してきてですね <laughs>、この殺伐としたチャコラジに導入しようという魂胆でございます。主にコーナー名と あと、エンディングですね。このチャコラジー結構唐突に終わるので、さよならーって言ったら本当にブチって終わって、次のエピソード始まる感じなので <laughs>。なんかちょっとエンディングでね、あの、お便りお待ちしていますみたいな、えー、エンディングボイスを、ちょっと、まあ、10秒そこそこのやつを取ってつけようかなと <laughs>。思っております。断固としてあの、BGM はね、つけない風でいこうと思ってるんですけど、ちょっと、エンディングボイスぐらい入れたいなって思ってて。 でもね、オープニングのあの「チャコラジ」ってやつは、まあ、ちょっと一番最初から入れてるのでまあ今回だけね今日のタイトルコールだけ特別に変更という形で、まあ、今後はねいつもの SE に戻そうと思いますが、まあ、というわけで実際にこの収録中にリアルタイムで AI 音声に喋らせていこうかなと思いますで今回作成した AI 音声が今後のラジオの中で流れていくっていう風に したいなと思っておりますじゃあ今からですね実際に AI 音音声の音源を作っていこうと思います。なんか喋らせてみて作ったらその音声をダウンロードするっていうシステムになってるんですよで何回も作り直しができるんですねそれを今からやりやりたいと思います無料で使える音声はさっき言ったように2次元のキャラクターでいうと3人いてね女性キャラクターがありある アリアルちゃんと、えー、ミリアルちゃん。このアリアルとミリアル、ちょっと言いにくいな、は、えっとね、同じ声優さん、朝木夢みさんっていう方がいらっしゃるそうなんですが、この同じ声優さんが2つの異なる声質のキャラクターでこう喋り分けて、で、その音声を元に、えー、AI 音声が作られているっていうキャラクターなんですね。で、アリアルちゃんの方はね、白い髪の毛の え、キャラクターでツインテールになってて、え、概要欄にリンク貼っておきます。飛べますね。見てみてください。白い髪のツインテの女の子で、で、ほぼ同じビジュアルで、黒い髪の毛のツインテの女の子がミリアルちゃんです。で、今日ラチって来きたいのは、このミリアルちゃんですね。で、さっきオープニングでチャコラジって言ってくれたのが、このミリアルちゃんのボイスになります。一応公式プロフィールの、えー、説明によりますと、 このアリアルとミリアルは双子なんですけど、アリアルちゃんの方が双子のお姉さんの方で、真の通った声。これが特徴だそうです。で、私が気に入ってるミリアルちゃんは双子の妹で、透き通った声。これが特徴ですね。で、ちなみにもう一人男性キャラがいるんですが、こちらがアベルーニ。アベルーニ。表情豊かで落ち着いた声を持つ。こういう特徴。 プロフィールに書かれていますが、私は断固としてミリアルちゃん、激推しということで、一目れでしたね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃクリアなボイスじゃないかと。素晴らしいということで、彼女を拉致っていきたいと思います。で、この声フォントはですね、無料の会員登録して、ログインすると、ウェブ上で、ウェブ上、まあブラウザ上で動くサービスになってまして、まあちょっとアプリ版もね出てくれると結構使い勝手いいなと思ってるんですが、今のところ、ブラウザの上で動きます。 では今から、まあ、なんか使い方なんかも適当に解説しながら実際に喋ってもらおうと思います。ちなみになんですが、なんか課金するとね、この、えー、このミリアルちゃんとかアリアルちゃんは基本的に無料でもちろん使えるんですけど、この表情違いの音声も使えるらしいです。どういうことかっていうと、通常のボイスって同じセリフでも、例えば、喜びっていうバージョンの ミリアルちゃんの音声を使うと、同じ原稿でも、ちょっと、例えば声のトーンが嬉しそうな感じで読んでくれたり、あとは、かっこ、怒りっていう表情のボイスもあって、それにすると、ちょっとなんか、同じ原稿でも怒ってる風に読んでくれるっていう、なんか本当にね、生きた人間のような感情で喋ってくれるような、こう、調整がね、できるよっていう機能もあるらしいです。が、えー、まあ私は断固として無料、<laughs> 無料という言葉に弱いので、まあ、それでもね、かなり高品質なんですけど、まあ、その音声を使ってやっていきたいと思います。えー、これから、打鍵音がね、バチバチすると思いますが、実際に打ち込みながらの作業になりますので、ご了承ください。それではね、ちょっと軽く、じゃあ、ミリアルちゃんに自己紹介してもらおうかな、と思います。では、ちょっとお待ちくださいね。 はい、打てました。じゃあちょっと、えー、一応ね、今何にも調整せずに、いきなり読んでもらおうと思います。いきますね。皆さん、はじめまして。声フォントの AI 音声、ミリアルと申します。今日は、チャコラジの音声を収録させていただきます。ちょっと緊張していますが、どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、えー、自己紹介してもらいました。 聞き取れましたかね声フォントの AI ミリアルと申しますって読んでくれましたでですね今聞いていて親って思った方いらっしゃいますかねチャコラジって読んだのお分かりですかチャコラジじゃなくてねチャコラジなんですけどね <laughs> 皆さんはじめまして声フォントの AI 音声ミリアルと申します今日はチャコラジの音声を収録させていただきますちょっと緊張していますが どうぞよろししくお願いします声フォントっていう言葉のアクセントがね声フォントになってましたが <laughs> これね調整できるんですよ。えーとなんかねテキストボックスにその読ませたい言葉を打ち終わるとそのなんか下にアクセント表みたいなのが表示されたりあとスピードとか声の抑揚声の高さなんかを調整できるフィールドが表示されるんですね。でそこをいじると 自分で、えー、好みのアクセントとか調整できるんですね。ちょっとやってみましょうか。声フォントですから、絵のところにアクセントを置きますね。声、フォー、んと。声、フォー、んと。オッケーオッケー。これでいこうかな。ちょっともう一回読んでもらいますね。直ったかな皆さん、はじめまして。声フォントの AI 音声、ミリアルと申します。今直ったの分かります声フォントってちゃんと読んでくれましたね。 じゃあねもうちょっとアクセント調整をねどれぐらいできるのか「チャコ先生」っていう言葉を喋らせて確認してみたいと思います普通に打ち込みますね「ちゃこ先生」「<laughs> チャコ先生」って呼ぶんですねあのどっちでもいいんですけど個人的には「チャコ先生」か「チャコ先生」もありだな私「チャコ先生」って呼ばれたいんだけどちょっと。 アクセントへ変更しますね。茶子先生がいいな。茶子先生あこれ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 。茶子先生こういうイメージですね、個人的には。まあ、っていう風で、えー、こういう風に自在にね、アクセントも自然に変えられると。じゃあ、さらにですね、句読点。これどれぐらい対応できるのか、ちょっと試してみたいと思います。えー、有名な例文ね。 文の意味が変わってしまう日本語全部ひらがなで、えー、打ち込みました何も調整せずに打つとこんな感じで読んでくれますどうぞここでは着物を脱いでくださいここでは着物を脱いでくださいっていう風うに読んでくれましたあのー、もう一つの読み方ができますよねこの文章ねこれで読むとこうなりますここで 履物を脱いでくださいさっきは「ここでは着物を脱いでください」だったんですけど「ここで」の後に点を打ちましたでアクセントも変えると「ここで履物を脱いでください」っていう風に変えることができましたこういう調整多分ね修正が結構めんどいと思うんですけどまあアクセント変更もかなり簡単楽チンにできるなっていう風でじゃあちょっと最後にねこれも読んでもらおうかな何も調整せずに。 いきなり読んでもらうとどうなるか今度、カンで打ってみますねさあ、読めるかな頑張れニワ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 トがいるニワ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 トがいるあ、でも、合ってたんじゃないすごいですねちょっと早口すぎたけどじゃあ、点を打って、ニワニワニワ トリがいる。庭には、ワトリがいる。おー、ばっちりですね。アクセントを完全に正しく区切って読んできてくれています。完璧です。はい。というわけで、こんなように高性能な声フォントのミリアルちゃん、お分かりいただけたと思いますので、じゃあ、本題ということでですね、コーナー名をどんどん打ち込んでいきたいと思います。で一つやりたいこととしてはね、 あの、ミリアルちゃんと一緒にコーナー名を読みたいのよ。だから、せーのって入れたいんですよね。例えば、お便りコーナーでね、先生、あのねっていうのがあるんですけど、それを一緒にミリアルちゃんと読みたいわけ。せーの、先生、あのねって言いたいわけですよ。<laughs> だから、ちょっと待って、ミリアルちゃんに、せーのも読んでもらうことにします。ミリアルちゃんがせーのっていうことによって、私がコーナー名から一緒に入れるっていうことで、 えー、ミリアルちゃんにはまずせーのという風うに読ませて、その後ろにコーナー名を書きますね。あのねーで伸ばしてほしいんだよな。できないかな。あのねー、えって打つか。先生、あのねー、え、えって打ったら読んでくれるかな。ちょっと行きますね。せーの、先生、あのねー。<laughs> <laughs> せーの、せーのじゃねーんだよ。せーのだよ。 せーのってやってほしいんだよちょ、ちっちゃいつって入れられないかな。せーの。せーの。あ、せーのか。伸ばせばいいのかな。せーのって。ちょっと調整します。できたら言います。せーの。せーのがやおめだ。せーのって言ってほしいんだって。せーのって。そんなむずいせーのー、せいせい、甘めりー。 <laughs> おいこれめちゃくちゃむずいぞ調整せーのーせーのせーせーのーせーあのねーちょっとよくなったせーのせーせーあねーおおだいぶだいぶできてきただいぶできてきたいいぞいいぞいいぞせーのー大成功めっちゃむずいあのねーって伸ばしたいよね いや、もっと長く言ってほしいもん。せーの、先生、あのねー。おーいい,い,いめっちゃいいめっちゃいいあのねいいじゃんいいじゃん。せーのもうまくいったし。なんかさ、あのねーって最初、え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 ,えって5文字ぐらいにしてたんですよ。あのねーって。それだとめっちゃ短く切られちゃって、あのねープチって切られるんで。 あのねーってすごい長い表記にしてやっと長めに読んでくれるようになりました。とりあえずこれで完成で。素晴らしい。はい、じゃあ1個できました。コーナータイトルのあれが。<laughs> せーの言わせるのめっちゃ大変だったなあともういくつかね、ちょっと作りますね。作り終えました。一応ですね、今日の一番最後にも エンディングボイス今作ってみて、それを、その音声ダウンロードしたので、一番最後に多分ミリアルさん喋ってくれると思います。どんな音声になったかっていうのを <laughs>、この最後でお楽しみください。また今後ですね、今日作ったコーナー名のボイス、ミリアルちゃんが喋ってくれたやつと一緒に、あの私もね、タイトルコールするっていう喜びが一つ増えましたので <laughs>、どんな音声にしやがったのかっていうのは、今後のラジオをあの、お聞きいただければ、 あの、お分かりいただけるかなと思います。またですね、あの、ミリアルちゃんに、こういう声喋らした方が良いのではっていうのがあったら、ぜひ、あの、アイディアください。お待ちしております。あでですね、あの、一応今回 <laughs>、これで終わるんですけど <laughs>、今日はミリアルちゃんで遊んだっていう回で終わるんですけど、今日のこの雑談会、実は、気まぐれでミリアルちゃんをラチってきたわけじゃないんですよ。これは、実は、壮大な前振りでして、 この冬に、秋から冬にかけてやるサブカルブの、えー、新シリーズのお題に関連しております。それをちょっと調べてたら、ミリアルちゃんを見つけたっていう経緯の方が、まあ、厳密なんですけど。で、まあその、そのシリーズの前振りとしてミリアルちゃんをここに召喚しました。まあ冊の良い方は、っていうかあと、ツイッターの方ではね、散々言ってますので、このお題そろそろラジオでやりたいって言ってたんですけど、まあちょっとヒント出しておきますと。 こういう合成音声技術。こういうものに嫌悪感がある人とか、まああまり触れたことがない方にも楽しんでいただけるような、そういう内容に仕上げたいお題が一つありますので、ああ、あれのことかなってちょっと思われてるかもしれないんですが、さっきね私がニコニコ動画のね、えー、ニコニコ大百科。あれを見てたこととか、あれを紹介したことからも、ああ、ニコニコで音声合成技術ってあれのことって多分なってると思うんですけど。 <laughs> まあそれについてのあのラジオをえ冬ぐらいにねやれたらなと思ってますのでそれの前段階ということで今日は遊んでみましたはいというわけでえ今後ねミリアルちゃんと共に引き続きチャコラジやってまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはいというわけで今日はここまでにしたいと思いますありがとうございましたそれではまた次のエピソードでお会いしましょうバイバーイじゃあミリアルちゃんよろしく チャコラジでは皆さんからのお意見、ご感想、ツッコミ、無茶ぶりなどを募集しています。ハッシュタブは、ひらがなで、チャコ、カタカナで、ラジ、チャコラジ、ね、ツイートしてくださいね。